244番田中です。私事ですが、昨年の総会は脳梗塞で入院中、出席できませんでした。現在通院中、治療中です。いつかのように暴力で排除しますと発作が起きてお迎えが来るかもしれません。人生のまとめとしては悪くないんですが、皆さんが傷害致死罪に問われる恐れがあるのでご注意ください。その写真はおやめください。先ほど、Google で小木電機と検索しますと私のホームページが出ます。本庄工場の牧師事件、芝浦の畑さん事件、私の裁判で証人たちが語ったいじめ、人権侵害、大勢が閲覧している。八王子で10年以上続いた集団ストーカー行為、ターゲットのそばで咳払いなどみんなで音を出す、被害者を精神病にして自殺に追い込むというノイズキャンペーンという悪質な手口、八王子の被害者はこれを録音してネットにアップしている。わざとらしいくしゃみまで次から次へと聞かれてくる。よく聞こえます。詳細な状況や加害者の名前まで公表されている。弱い人なら自殺するとでしょう。いじめで自殺する子供が後を絶たない。あなた方はいじめ自殺のニュースに心が痛みませんか。あなたたちは子供たちにいじめの仕方を教えている、違いますか。ノイズキャンペーンが学校で流行ったらどうなりますか。あなた方は自殺する子どもたちを増やしている。ここには警察官が私服で出席しています。株主には誰が警察官かわからない。常識ではありえない。この会社の油布院団子、警察からは罰せられていない。なぜか。ノイズキャンペーンは傷害行為です。れっきとした犯罪。ところが知っていても警察は取り締まらない。なぜか。子供たちにとって警察は正義の味方。悪い人を捕まえ、悪い人から助けてくれる道徳教育のお手本です。今日来ている警察の人、手を挙げてもらえますか。どこにいますか。簡潔にご質問をお願いいたします。手挙げられませんよね。質問は簡潔にお願いいたします。拒否できない。これは違法でしょう。警察は会社の味方をして犯罪を取り締まらない。裁判所で嘘の証言まです。簡潔にご質問をお願いいたします。警察になりたいという夢を持っている子供に説明できますか。人の命より金儲けを優先する企業の価値観。会場内での写真撮影は禁止でございます。これが警察、国家権力まで堕落させている。簡潔にお願いいたします。まだ3分経っていない。他のさっきの人は7分やってたぞ。簡潔、人の命を簡潔にやってんだ。質問してよ。質問してるんだ今。お前誰だ。立ってみろ。今聞いて立ってみろ。自分の言ったことに責任持てるのか。10人も人が死んでるのにわずかしか言えないと言ってる。こういう状況に説明責任持てる奴がいるのか。ご質問は簡潔に。人が10人も1年に死んでんだぞ。それをもってわずかしか死んでいないというこういう考え方に責任持てるのか。質問ないやん。何。じゃあ質問しますよ。そもそもしかしこの質問の前に質問の前提というものを説明しなければわからないだろうが。分かってんのか。簡潔にしろとかわーわー言うから話先に話が長引くんだよ。バカだろお前らは。バカだぞ。バカだ。バカじゃないのか。お前どうなんだ。あんたよりバカじゃない。はいはい、やりますよ。はい。結局ね、こういう人の命の金儲けより優先する企業の価値観というものが今の日本の社会の正義感というものを欠落させている。こういう考え方というものが今の日本の若者から夢を奪っているんだ。平和憲法を無視した戦争法まで作って、
この沖前期も金儲けで戦争が起きれば金儲けができる、こういう状況がある。まずこのことを踏まえ、質問というのは2点、その根底となるこの会社の中の人権侵害の実態、集団ストーカー行為調査しろと言って結局は本人に聞いていない。どういう調査をしたのか。10人も人間が死んでも1年に10人死んでるのに、わずかしか死んでないというそういう価値観。それから2点目は油品談合。前回は賠償金を払ったと言ったが、そもそも談合をやった事実を認めて反省するのかしないのか。その2点です。分かった、聞いた人たち。46番、出席番号246番、高原国務次官の質問、1点目が人権侵害の関係。人がいじめられて死んでんだ、自殺しているんだ、それに対して今文句言ったやつ責任取れるのか。8から5回と申し上げます。基本的には先ほども申し上げたコンプライアンスと経営の重要方針と具体的なことを聞いている。その中で行動規範にも具体的に集団スターコーカーストーカー行為があったんだ。市場の具体的行動基準の一つ、ノイズキャンペーンがあったんだ。そもそもグループ行動、そのことについて調査して人権の尊重、差別、二度と起きないようにしたのか。個人の尊厳を傷つける行為はしていないから、1年間に10人も死ぬんだろうが。以上5回と申し上げました。答えてないじゃないか。どういう調査をしたかと聞いてるんだ。どういう調査をしたかと聞いてるんだ。実際に人が死に続けてるんだぞ、これは。本件に関して、調査に対して価値観が全然ダメじゃないか。損害賠償の請求がございまして、2010年にこれに応じてございます。時グループはコンプライアンスを経営の重要方針としておりまして、談合をはじめとする独禁法違反についてもリスクとして取り上げ、だから談合をやったのかやってないかと言っている。に対する教育経営をはじめとするリスク、談合をやったもうしませんと一度も言ってないぞ。行為の予防防止を言う、なんで警察から罰せられないんだ。警察は起訴しないんだ。不規則発言はおやめください。ご質問のある方はいらっしゃらないでしょうか。納得いかないぞ。ないようなので、それでは次に、質問に答えろ。質問に答えろ。事案の採決に移ら、裁判で株主の質問には真摯に答えると約束したではないか。議案の採決に入ります。本日この会質問に答えろ。議決件数と談合をやめろ。書面またはインターネットで贈賄をやめろ。合算した数により採決、集団ストーカー行為をやめろ。贈与金の処分の件、ノイズキャンペーンをやめろ。お願いいたします。子供たちにいじめの手法を示すな。10人も死んだら大変だろうが、1年間に10人死んだ中に自殺者はいないのか。挙手をお願いいたします。その人たちはいじめを受けたんではないのか。公私分と合わせ3分の2以上の質問に答えろ。原案の通り可決されました。質問に答えろ。いつまで社会を、挙手をお願いします。正義感を欠落させるんだ。現実までの公私分と合わせ過半数の賛成。質問に答えろ。原案の通り可決、人権侵害をやめろ。最後に死亡者をこれ以上出すな。挙手をお願いいたします。ありがとうございます。質問に答えろ。半数の賛成でありますので、裁判で約束したことを守れ。ありがとうございました。株主の権限を犯すな。本日の議事は全て終了いたしました。質問に答えろ。どうもありがとうございました。質問に答えろ。人権、もう終わった終わった、ほら終わった終わったんだ、どけ。
人権侵害をどうあったんだからどけ。それを防ぐ。まだやってんだって。人権侵害をやめろ。会社は裁判での約束を守れ。息が詰まって死ぬぞ、こら。老骨がまた次死んだらお前責任取れるか、こら。会社はいじめをやめろ。ノイズキャンペーンをやめろ。人権侵害をするな。役員は起立願います。死亡者を出すな。今後も私を先頭に役員は会社は質問に答えろ。邁進してまいります。10人も命を奪うな。恥ずかしいと思え。会社は質問に答えろ。もう終わった。完全に終わった。ほら入ってるよ。はい、ご苦労様でした。会社は質問に答えろ。いちいちやんなくていいんだよ。もう鬱陶しいな。鬱陶しい。帰る。ほら人権侵害を恥ずかしいことと思え。人が死んでるんだ。10人も1年で。うさい株主は来るな。何言ってんだ。ほら待て。今言ったやつ自分の発言に責任が持てるのか。おめえがストーカーじゃねえか。何言ってんだこれだよ。10人死んだやつの顔向けできるのか。何言ってんだこの野郎。ここまで来い。なんだこの会社の動員株主め。おお、お前が言ってんだから、お前が来い。この野郎行こうか。そこに。じゃあそっちに待ってろ。んじゃ動くな。逃げるな。待てって。そんだろう。みんな恥ずかしいやつだな。ここまで来いと言って行けば逃げる。こういうやつばっかり動員されてる。これが沖電機の実態だ。日本人の心を恥ずかしめておるんではないか。騒音防止委員長に。なんか随分今回は動員株主が多いみたいだな。まだいるのか。動員株主は手を挙げて。警察と同様に手を挙げることができない。全く日本人のつらいおこつらいおこしである。亡国である。はい、ありがとう、ありがとう。なんとか発作が起きずに。